またまたですね、しつこく、キヤノン 4SB でありますが、なんだかんだ言ってですね、組み上がっちゃいました。なんだよ、それっていうことになるんですけども、まあ、前回ですね、シャッター幕、後幕の位置が決まり、そしてスローをですね、つけた。まあ、スローをつけるってことは、もう、ボディシェルっていうんですかね、をつけることになりますので、もうあとはですね、単純に、外したものをつけていく、だけなんですけども、まあ、ちょっとですね、ここでまあ、今回のボディの場合で非常に気になった点といいますか、まあ、その辺もちょっとレポートをしつつですね、実はその、マウントを外しますので、ボディをつけた後ですね、後ろに、こういう2つ、なんて言うんだろう、ワッシャーじゃないんだけど、このネジを受けるですね、部品が2つ、まあ、こっち側は、巻き取りドラムと当たるので少し薄くなっていてですね、まあ、2つ部品があるんですけども、まあ、それをくっつけるときにですね、必ずこの、フィルム面と平行であるか、フランジがちゃんと出ているかっていうのをですね、チェックするというのが、まあ、マニュアル通りの、教科書通りの答えなんですけども、今回ですね、まず平行を測る、フィルム面で、あれ？あれ？今なんでバシッと走っちゃったんだろう。本来 T にならなきゃいけないんですが。今1秒ですね。T。で、開けても分かんないのか。バルナックライカの場合はですね、フィルム面とレンズマウントの間、まあこれフランジバックって言うんですが、最近メカニカルバックと結構混同されてるんですけど、フランジバックと、それから、圧着板の位置っていうのが、イコールになってます。で、例えば M 型ライカなんかですと、トンネル式になってますので、圧着板の方がフィルム面の後ろに下がった状態で定位置にあるんですが、今回の場合は、ここと、マウントの面が、フランジバック。で、この圧着板とこいつが平行になってるかどうかっていうのをですね、まあ、チェックするわけなんですけど、まあ、本当にきちっとやるんでしたら、コリーメーターを使うのがいいんですが、まあ、なかなか、そんなもの手に入るんです。結構高額なものですし。ということでですね、少し工夫してあげてやるやり方で、意外に精度が出るのがですね、このレーザー光をここに入れてあげて、鏡で見てあげるというやり方です。で、まあ、レーザーポインターでこう、上から入れればいいんですけど、僕レーザーポインターまだ持ってなくて、秋月電子のこういう、レーザー発光キットをですね、作っただけなんですけど、で、これをですね、上からこう吊るしまして、で、例えばこういう距離計連動カメラから外したようなですね、鏡。で、こいつ裏をですね、きれいにとにかくしておかないと、まあ、何のための、平行を測ってるか分かりませんので、で、こいつをですね、今ここではちょっと、精度を追求した実験はできないんですけども、これをこういうふうにですね、天井から吊るしてあげて、レーザーをこの鏡に当ててあげます。で、そうするとですね、反射したのが天井に映りますので、今映ってますね。その位置とですね、今度はマウント面。まあ、例えばですね、こういう前、富士の68から外したような鏡をですね、こうやって置いて、レーザー見ると。で、この、
で、一定の真上から来ているレーザーの、この2つの位置関係をですね、天井に映っている位置で、どれだけずれるかっていうのでですね、どっちに傾いているっていうのを、割り出してあげます。で、十分遠いところからですね、できるだけ、鉛直にレーザーを当ててあげるとですね、この直進性っていうのはすごいまっすぐなので、もう何キロ先行っても曲がらないぐらいですから、それでですね、まあ、ここに吊るしてあげたこの赤の位置と、こう当てた時の位置、これをですね、比べながら、で、必ずこっちでやったらこっち向きも、合わせてあげて、調整してあげるとですね、結構傾きはシビアに合わせていきます。で、実際はですね、この傾、じゃあどっちに傾いてるかな っていうのが分かったとして、まあアルミホイルを挟んだりですね、するんですけども、まあ、今回はですね、アルミテープ、どこ行っちゃったっけ、こんなのなんか使ってみました。ミトムズのアルミテープブラック。アルミ箔の厚さが 0.05 ミリというふうにですね、もう明確に書いてあって。で、テープ厚は 0.1 ミリ。ですから、糊が 0.05 あるってことですね。で、それをですね、剥がして、もうこれぐらい薄いテープですですね、手でピリッて破けますので、これをまあ、これメモ用紙のですね、裏側に、まあ、ボンと置いてですね。それで、この、有機溶剤でですね、糊を剥がします。で、剥がしたところで0.05ミリになるわけですから、自分が置きたいところの形にですね、だいたい合わして、で、もうこういう薄いテープですから、別にこう、なんて言うんだろう。厳密に測定とか、なんて言うの、形を計測したりとかしなくても、例えばここに置きたいんであればですね、こう置いて、こう少しですね、こう、やってあげても、こう、型が出てくる、浮き出てくるわけですね。で、ここをこう、ハサミで切ってあげればですね、まあ、こういう調整ワッシャーが出来上がると。で、僕実際こう切ってですね、このカメラの場合は、上の方がですね、若干凹んでいたので、ここの2箇所にですね、挟んで少し浮かしてあげます。で、浮いたな、平行取れたなっていう段階で、今度はフランジバックの測定をするんですが、あとまあ、3機のですね、できるだけこの鉛直に落とす。だけど、完全に鉛直に落ちると、レーザーポインターにレーザーが当たっちゃいますから、まあ、それでもいいんですけど、ほんのわずかに振ってあげて、だからこういう段ボールとかをちょっと挟んでですね、微妙に変えて、できるだけレーザーポインターに近い位置の壁のところにですね、光が反射して見えるようにしておけば精度が出るということです。なんか言葉で説明すると難しいんだよな。これもペンがねえか。ホワイトボードはどこ、ちょっと切る。ちょっと汚くなっちゃう。まあ、要するにですね、あ、これちょっとうるせえか。フィルム面があって、レンズマウントの面があって、で、レーザー光がここから入ってきます。ここに当たった光が天井に当たる位置と、こっから来たマウントのここに鏡を置いたときに当たる位置が、こんだけずれちゃうわけですね。これが測定誤差ですから、ここが限りなく
この角度が直角に近ければほとんどずれないわけで、ですからカメラのフィルム面をできるだけこの光に対してこう直角に置いてあげるような位置にしてあげれば、測定誤差が少なく済むっていう、まあまあそういう理屈ですね。で、今度はですね、この平行が出ましたら、次にですね、また電気つけて、この深さを測ってあげます。で、この深さはですね、もう 28.8 ミリというふうに決まってまして、なおかつですね、プラス方向には誤差0、あるいは0.005ミリぐらいの誤差で、マイナス方向にはですね、0.015ミリぐらいかな、誤差範囲があるんですが、こいつを測るときはですね、実はデプスゲージというのを使うんですが、まあ、3つあたりから出てるマイクロデプスゲージっていうのを使うといいんですけども、それはですね、こう、規定のトルクでですね、抑え込んだときに正確になるように作られていまして、こういうふうに圧着板が後ろからスプリングで押しているようなふわふわした状況にはですね、ちょっとマイクロが使えないので、で、今回、まあこういうのときにはですね、このダイヤルデプスゲージという、まあこれは3つ用のなんですけど、最近安い中国製のもいっぱい出てまして、こういうですね、ダイヤルゲージを使います。で、ダイヤルゲージっていうのはですね、こいつだけ持っていても、何ミリっていうふうにですね、値が出る代物ではありませんで、要するに、ここがこう、あれ、反射しちゃうかな。押してあげて、ある寸法が出るんですけども、要するに、こっちの深さとこっちの深さの差を見る機械なんですね。ですから、基準となるものが必要になってきてですね、まあ何でもいいんですけど、それなりの精度が出ている。で、僕がよく使うのはですね、こういうズームレンズの中のカムになっている部品。やっぱりこう、国産のズームレンズのこういうレンズを止めたりする部品っていうのは相当精度よく作られてますので、まあこれをですね、常磐の目でこう測ってあげて、まず何ミリか出しておくと。で、ここをですね、測って、こいつが何ミリ、正確な値が出ている基準から何ミリ分厚いっていうのでですね、この深さを割り出すという、寸法です。で、測る、やり方そのものはですね、これをただこう、ここに入れてですね、画面の中心を測るだけなんですが、この時に、そーっとですね、この測定値を押して、圧着板のとこに、当たる。当たるコツっていうところ値を読むんで、そーっと当てて。2.675ぐらいなので、もうこうやってやるとガーッと押しちゃうので、6.6775だから、28.85ぐらい、ちょっと出てるかな。分厚すぎましたね、あれがね。はい、違った。6.6、だから28.85はないのか、805か。人間の目で目盛り半分まで。ですね。28.8よりも0.005だけ分厚いから、ギリギリですね。で、例えばですね、ちょっと今持ってくるの忘れちゃいましたけど、ライカ M5 で、
この間これ測ってみたところ、あ、M4 か。だから M4 だと、1ミリこれより薄いわけですから、27.8ミリが、フランジバックの正解なんですけども、僕の M4 をこのやり方で測ると、27.94ミリになります。ですから0.14ミリ、長いんですね。で、それは、トンネル構造になってて圧着板がちょっと沈んでいるからで、ちなみに、M 型の高照値っていうのを調べてみたところ、まあ高照値なのかわかんないですけど、フランジバックは27.8なんですが、圧着板までのメカニカルバックは、27.95っていうのがですね、基準らしいです。ですから基準値よりも0.01ミリ、僕の M4 は薄いわけですから、こっちの誤差が大きいので、誤差が入ってます。これはちょっと分厚すぎたですね、0.05ミリのアルミだと。っていうくらい感じでですね、こういったですね、ダイヤル、なんだっけ、ダイヤルデプスゲージっていうのをですね、用いて、まあ、測ってあげると。で、ここの誤差がですね、ピチッと誤差範囲内に入ってないと、距離計をいくらここから調整してもですね、ピンが合いませんので、まずこれをですね、やって、まあ、それでですね、自分が普段使い慣れているような、まあ、精度が分かっているようなレンズを、つけてあげて、まあ、最終的にはこの距離計を合わせて完成と。距離計はだいたい無限を合わせて OK としているようですが、まあ、できればですね、無限、それから近距離、2点を合わせると、いいんじゃないかと思いますが、M 型ライカの場合は、このアームの長さ、要するに、無限の方に出てくるとですね、角度がついてるわけで、最短さ、近距離の場合はほとんど横になるので、こいつをですね、茶色をずらしてあげて、無限を、だから、後に合わすんですね。近距離を先に合わしてから、無限を、ん？違う。どっちだ？逆か。無限が引っ込んでるんだから、引っ込んでるときにほぼほぼ平行ですから、無限を先に合わせた後、近距離に繰り出して近距離を合わせて、その時にはほとんど無限は動かないはずなので、まあ、もう一回無限を確認すればいいのか。ちゅうことですね。それでいいのか。ん？だんだんわかんなくなってきちゃった。このキヤノンの場合ですね、ちょっとあんまりよく、はっきりしなかったのが、ここの窓を外すとですね、この中にネジが見えてまして、そのネジを回すとですね、確かに距離計の無限の調整はできるんですが、このネジを緩まないように固定しているネジが上からついてまして、それをギュッと締めておくとですね、もうここからやったんでは、ネジ山壊しちゃうぐらい固く締まっちゃうので、かといってここから調整するには、この上のネジを緩めたりきつめたりしなきゃいけないし、でもカバーはあるし、まあちょっとですね、それから、上下像はですね、ここに合ってるレンズが、平行ではなく、こういうガラスではなく、こういうガラスになってますので、まあなんていうかな、乱視のメガネのような、ガラスなんですが、これを微妙に角度を振ってあげることによってですね、上下像は合うんですけど、そうするとですね、やっぱり距離計が若干狂うので、非常に調整のしにくい。で、ですから、まず、
カバーをつけない状態でですね、こちらのガラスをはめ込みまして、だいたいこの、どこが上になるかっていうのをですね、油性のマジックで印をつけておいて、一旦バラしてですね、組み上げて、で、その同じ通りにですね、組み込んであげるみたいなことをやってあげて、やっとこさやっとこさ、組み上がってまいりました。まあ、ちょっと、なんといってもここが開かないのでですね、シャッタースピードも本当にこれでいいのかなーっていうぐらいな感じなんですけど、さっきそれでなんかシューンって走っちゃったもんな。ね、T だと。なんかちょっと力ないような気もするんですが。で、まあ、ちょっとこれの反省点としてはですね、やはりその、ちゃんと動いてる USB を見てみないとなんと見えないんですが、ここのスタート位置がですね、だから後幕のスタート位置が、もうちょっとこう、向こう、奥に、だから助走距離をもう少し取った方が良かったかなと、いう気がしました。1秒なんか切るとですね、もうここに幕の先頭が、もう画面ギリッギリのところに出てきちゃうんで、ここのとこですね。見えっかな。ちょっとね、もう1、2ミリ向こうに下げても、よかったかなっていう気がするんですが、まあ、幕の総入れ替えってのは初めてやったので、まあ、これぐらいで許してもらえるかなっていう、感じで。で、僕、ここがどうしても嫌だから埋めましたなんて言ったら、キヤノン 4SME からフラッシュを省略したのが、2D 型っていうのかな？なんかやっぱそういうものも世の中にあるみたいなんで、まあ、あと、まあ、こういう、もうケースに入っていたみたいで、これを買った時にはケースはなかったですけど、なんかもうボロボロで、拭いてもしょうがないんですけど、まあ、それでもですね、結構、動くようになってきたのでですね、まあ、ジャンク箱の中から救出した甲斐はあったかな、というところであります。このレンズはちょっと P の時代のレンズなんで、随分最近のレンズなんですが、まあ一応キャノン製なので、つけてですね、一度、試写でもしてみたいなと、いうところでありました。200ぐらいかな。結構ね、音、もうちょっと静かでもいいような気もするんだけどな。60か。まあ、こんなもんで。俺？という感じでですね、まあ、USB、バルナックライカの、幕交換というのとですね、まあ、この、マウント面。まあ、そんな感じで、一つダイヤルデプスゲージは、まあ、デプスゲージそのものは、まあ、僕別に機械のこと詳しいわけじゃないですけど、こういう旋盤なんかで回転するようなものをですね、こう、フレを見るときにですね、こう当てて、ガタ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 。まあ、そういうのは特に使うゲージで、まあ、そんな、ものすごい高価なものはないんですけども、ただね、あんまり他に、なんか応用効くもんでもないし、ちょっと、っていう感じなんですが、まあ、マウントの深さ測るくらいしか役目ないんだけど、という感じでですね、まあ一応、4SB、やってみました。ということで、これも、録画。